若すぎて失うものは私なかったんで なんかダメだったら帰ってこようぐらいの気持ちで行ったのもあるし、どんだけ自分がこう海外で通用するのかなっていうのが見たくてというか、結構当たって砕けろ系で行きましたね。自分はまあ興味があったのと、まあ、育成の時からメニーナベレーザって同じ環境で6、7年やってたので、まあ、環境を変えてみたいなっていう気持ちで行きました。じゃあ力いくよ。いいよ自分はその先に一緒にやりたいって思える人がいるところでやりたくて、それが選手だろうとコーチだろうと、まあ、GM だろうとそこで初めましてだとしても本当に熱を持って自分に話をしてくれてたりとか、そういうなんか人を大事にしたいなと思ってて、まあ、もちろんサッカーのレベルとかでチャレンジするとかっていうのはまあ当たり前なんですけど、が一つそこは人とは違うところかもなって思う決断ポイントの一つです。むずいかも。ちょっと なんだろうね、すげえポイント人。まあでもサッカーじゃない、さっきはそれだったら。そうかも。枠開けてみたらちょっと違ったりもするんだけど。いや、それさ、2回しかないから、そう。どっちで、いや、でもどっちも、なんだろう。やっぱ試合だけじゃ見えないものなんてたくさんあるじゃん。難しいよね。でも結局サッカーもまあなんか人じゃないですか。やってるの人だしっていうのもあるし。だけどまあ、自分で出したその決断のところに責任を、はモテる年だからというか、なんかモテるからそれを貫けるところ、責任を持てる年なら多分だけど、どこに行っても貫けるいやそうなんだけど、いや何で考えたんだろう。環境、あ、環境、国、国、まあ、条件もそうじゃん、まあ、条件として、いやでも最後はまあ監督なんですけど、うん、あの決めたのは、まあ人なのかな。じゃあでも人だと思うんだけど、結局、うん、今まで別につまんない人はいないけどさ、でもやっぱ合う合わないはあるじゃん、サッカー感もそうだし。絶対ある絶対ある。だから自分は人だなと思う。じゃあ私サッカーかな環境かな、うん、サッカーと環境かな